5時23分。すげえ。キャンピングカーで回ったんだ。草津の道の駅です。草津運動場や公園。さあ、湧き水を求めて。まあね、Google マップの書き込みによると、こいつは湧き水だよと声かけてちゃうらしい。絶対間違える。ここだ。もう浮かんでるところを上に上がっていって、はいはいはい、この話だね。確かにこれ雪降ってるのに来るとちょっと危ないじゃん。超ぬかるんでた。やばい。超危ない。感触。超ぬかるんでた。あったー。これだ。おお。なんかいる。エビ？いただきました。道の駅から、まあ、歩いて本当に3分かかんなかったけど、こんな湧き水があっていいですね。いやいい朝だ。あれ何屋に行くんだっけ最初。最の河原。最の河原。どこの？行こう。最の河原公園に着いたよ。で結構人が朝からいる。温泉ほら湧いてる。ここはこう神社があるだけです、うん、お稲荷です。えい、着いた。めっちゃ混んでる朝から。飲む、やべて飲む。うん、一緒に飲む。お兄さん、お兄さん。買いまーす。湯畑って昨日さ、グツグツしてたとかあった、すごい混んでたとこ。そこら辺の温泉に行くよ。徳川将軍の。知らない。温泉にさすがに飽きたからキャンプ場しよう。温
泉飽きてないよ。飽きてないの、まあ、明日も温泉入るけどね。草津のこの温泉街のすぐ近くのキャンプ場が開いたんだよね。だから行くんだ。すっげえ近い。本当だ。あの看板が本当はキャンプ場書いてある。看板、うん、何キャンプ場か分かんないよこれ、うん、あ、これだ。あ、これだ。草津高原オートキャンプ場、ここ A でごわすね。これをこっちですかね。ただ電源サイトはやっぱり今日いっぱいだわ。あ、そうなんですね、うん、まあでもこの時期ですもんね、よく空いてたなと思って助かりましたよ。でも俺たち3、4が集中しちゃって、はい、逆に5日が空いてたんですよ、まず。あ、天気悪いって言ってたじゃん。あ、そうっすね、そうっすね、うん、7番そういう感じね。これ縦列で止めてくれっていう7番冷え込みうどんめっちゃうまいね、うん、冷たくて美味しいよ、うん、はい、どうぞ。いい感じ、はい、頼むね、うん、でこれが山椒。山椒の初めて、うん、俺初めて。これが餃子肉。餃子肉、そう。これがわらび。わらび、そう。これが信州のやつ、ね、信州のやつ。これニンニクの、これネギとニラだね。これですよ、うん、普通に山椒に、山椒入ってるけど生山椒にうなぎですね。草津温泉の酒屋で買ったネットじゃ買えないお酒。好きだねそういうの。これしかも生酒ね、生酒やばいね。生酒で生酒って言うんですか。いや、わかんない。しかも濁りね、君の好きな。美味しそう。うん、濁りね。炭酸とかって置いてないですよね。ハバキ、ハバキ、あー、いいっす、いいっす、いいっす。歩いて5分だったら散歩がてら、運動がてら行くべきだね。グランドだな。ラグビーもサッカーもできる。販売機ありそうな気配もあるんだろうな。自動販売機や、ボスの自動販売機が見える。炭酸売っとるかな。あ、有限会社動こう。ああ、純粋な炭酸はやっぱない。いいね、ちょうどなんか美味しそうじゃん。初めて見たけど、こいつで割りましょう。これ家からですね、うん、そしてこいつが10分かかって手に入れた徒歩で10分かかって手に入れたやつ。でも少し、うん、もう本当に簡単。いい、うん、はいはい、美味しそう。これはね、美味しいでしょ。うなぎのかば焼き、これはじっくりいくけ。こいつ生山椒初めて食べた。うん、何だこれ、うん、これなんだっけ、これサムギョプサル。サムギョプサル、サムギョプサル。おいしそう。え、十分できてないな。
5時ですね。ほう、ほけきょう。広いね。畑もあるし。寝てます、寝てます。安定の爆睡。くっついての違うんだよ。あ。ボロボロ。田中。味は美味しい。あ、帰ってきてる私。綺麗だったし、ね、このゴールデンウィークなのに人もちゃんとなんか制限されてて静かだったし、よかったじゃないですか。ね、サツキャンプ場。あ、この道混む前にね、行けてよかった。この道混んだら大変だからね。よし、じゃあ最後温泉入って帰りますよ。大滝の湯。サウナもあるからね、いいんですよね。これ整うんですよ、整うんですよ、整うんですよ。すいません、ね、これだから、うわ、やっぱり並んどる、並んどるよ。ほら、トイファクトリーも並んどるよ。こうなるんだよね。みんな考えてることは一緒ですと。かっこいい。すげえ。でかっ。1、せーの。2、水汲み。3、米洗い。4、米蒸し。5、ほうれい。6、麹漬け。こいつだけ食べたかったんだね。ひもかわ、おっきり込み。水沢だけ食べた。